それは月が血に染まった夜のことだった。偶然通りかかった村は山賊の手によって蹂躙され、見る影も。生存者の気配をかすかに感じた私は村に入り、負傷者を可能な限り救い出そうとした。今思えば、あのような場所で楽しげに笑えるわらしが人であるはずがない。この子はあやかしだ。その子の目を見つめると、なぜかかつて手にかけたあのあやかしの姿が頭に浮かんだ。私は考えたこともなかった。人とあやかしにあのような共存の道があるなど。あれから私は決してあやかしをむやみに殺すまいと誓った。ゆえに私は鬼の赤子を殺さず引き取ることにした。人とあやかしが共に生きる世界はこの子から始まるかもしれない。そんな願いを込めて。